イスリンゴちゃん。でも私が提案したわけじゃないからね。あの誰だろうって、でも提案したの若菜か。そう若菜に感謝してください。はい、でもあんま見えないね今だと。こんな感じでした。若菜ありがとう。直接言ってあげな。今日誕生日です。本当か、祝っちゃうぞ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーモーン。まさとさんおめでとうございます。いい一年になりますように。一緒に過ごしてくれてありがとね。おめー、まつげめっちゃ綺麗、ありがとう。そう今日ねちょっとマスカラ変えた、昨日と。そう昨日のココテンと違うやつにしたの。リンゴヘアめちゃくちゃ可愛い、ありがとうね。それ言ってくれたんですよね。なんだっけ、締め切りっていう言葉が頭に、お見送りの時に言ってくれたんですよね。ごめん私が聞き間違えちゃった、言葉のドッジボールみたいになっちゃったね。はい、昨日会ったのにもう会いたくなった、あらあ、みんなお祝いしてる、可愛い。ともちゃんお疲れ、ありがとう。どうも。はい、パシャドラでした。ありがとうございました。来てくれた方も、DMM の方も、ありがとうございました。これから見るよって方は、よろしくお願いします。幕開いてリンゴちゃんだったんで、湧いた。そうね、リンゴちゃんでした。5期生で、リンゴちゃんしたの。まつげ良い？本当？そんな良い？なんか、このマスカラした時前もみんな褒めてくれたから、じゃあしようかなって思って、そうこのこっちに変えたんですよ。じゅんちゃんかわいい、ありがとう。ミーバーさんグッチアップだもん。梅干しより頑張れた。そうなんかよくわかんないこと言っちゃった。よいよい、どこの、あ、ね待って、ど忘れしたかも。あの合ってるか不安なのでちょっとググります。ちょい待ち、うん合ってる。そうマスカラは今日使ったのはね、ミルクタッチのマスカラですね。ミルクタッチのオールデイロングボリューム&カールマスカラです。そうなんかボリュームタイプとこれロングタイプがあるんですけど、それじゃなくてそうですね、ロングボリュームロング、あでもついてるね、ロングボリューム&マスカラだと思います。アンドカールマスカラか、はい、お揃いにしや。男性の方もね、まつげは上げてればテンションも上がるみたいな感じだと思うので。ね、よろしくお願いします。プタプタさんありがとう。星どうも、今日 MC よかった、本当ありがとう。マスカラ持ってますから、それはね思いついてたから、ちょっとパクられた気がしちゃうから、今日は厳しいです。今日も厳しい、3点です。出直してください、赤点ですよ。そうこれ10点満点とか5点満点じゃないから、100点満点中の3点です。なんで3点かっていうと、みやびだけにっていうことですね。うん、厳しめに言ってほしいっす。何ちょっと喜んでるの、厳しめで。やだ、ミルクタッチのもう一つの方を使ってるから次そっちにしようかな。あね、ぜひ試してみて。なんかね最初に出たそのミルクタッチのマスカラと新しく出た方を使ったんですけど、そうそっちの方がね、なんかちょっと男性の方は分かんないかもだけど、コームの部分が塗りやすくて、まぶたにね液体がねつきにくいので、すごいおすすめです。でもなんかね こうやって
あのすごいあの可愛くない顔になるけど、もう こうやって塗った方がね塗りやすいよ。みやびのみは一周回ってなんか嬉しいやつ。うーん、喜んじゃうんか。じゃあ2点で、あの1点減点します。グリフィンドールみたいな感じで、あのハリーポッターみたいな。あ、メール来た。おやすみメール。そう、ちょっと早めに送っときました。減点します。2点です。うん、今日ちょうどまぶたについて困ってた。あーら、結構ね、ここなんかもう本当に見下ろす感じにしてマスカラ塗るとねすごい塗りやすいよ。プリオ様です。あ、プリオはちなみにね、表記はカタカナじゃなくて、カタカナじゃないのでね、そこだけは気をつけてください。また減点します。そこで1点です。うん、減点祭りですね。プリオですね。そう。厳しいから今日はみんな発言にはね気をつけていきましょう。減点するからね。プリオ今私の膝の上で寝てる。挽回できるように頑張ります。あ、ブリーチのネタ入れてくれたので1点加点したいと思います。そういう方式でいきます。今日は頑張ってください。そう、でもね、明日ねオフだからね。ありがとうございます。もっとね心の底から感謝してください。今日ヨッシャーの時パワーってしてた。え、映った。しました。私なんなら毎回してると思うんですけど伝わってない。そう、ホグワーツ方式です今日は。そうそうそう、みんなの組み分けとかもしてあげるからね。え、なんなら私本当に毎回ヨッシャーの時パワーってしてるんですけど気づいてない？そう、なんかね控えめパワーの時もある。ちょっとパクリというか、まあなんか著作権というか、まあ、そういうの大丈夫かなと思ってちょっと緩めパワーにしてる。なんかちょっと腕の角度がそう、今日がっつりやったやろ。ねパワーって言いそうになっちゃった。本当に危ないね。体が覚えちゃってて、もうパワーっていうのをもう言いそうになっちゃって本当に危なかったね。プリン危なかったね。見てたもんね、プリオも DMM。 うん、危なかったって言ってます。パワー、オクジーさんありがとう、ハート。どうもこんばんは。そう、危なかった本当に。私がね、なんだろう、心を持ってなかったらパワーって言ってましたよ。もう大きい声で普通に。そう、よかった。まあこれからもね、怒られない程度に、叱られないようにね、パワーしていきたいと思います。昨日のココテン見たんだけど髪の毛サラサラツヤツヤだった。ありがとう。そう、宿毛矯正したからね。逆に心があるからパワーって言いそうになるんじゃ。あ、なるほどね。なるほど。こんばんは。今日サンリオとチーカーのコラボのやつ買ったらクロミちゃんとモモンガのやつが出ました。おお、いいね。え、そう、チーカワで思い出したんですけど、私がなんかくどくどいいねしてると思うんですけどね、天使と悪魔のチーカワが出るんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか。私のいいね欄ね、見たら一発で出てくると思う。すぐにね、なんかさっきいいねしたはず。そう、でも絶対争奪戦になる。もうちいかわの魔法少女みたいな時があったんですよ。なんだろう、窓マギみたいな服装みたいな時があって、それもねちょっと狙ってたんですけど、まあちょっと金額的にもなと思って、
天使と悪魔のほんとかわいいね、ほんとかわいい。そう、あのね、ハチワレに関してはね、打天使なんですよ。そうね、しかも東京駅限定なんですね、あれ。そうね、厳しいね。なんかもしね、何かの機会で東京駅行けたとしても、見てきたね、可愛いよね、あれすごいよね、ほんと考えた人。おくじさんありがとう、たかちゃんごちー。そう、めちゃくちゃ可愛いの。フェルトチクチクするの。そこまで見た。そう、でも私、家庭科でフェルトとか刺繍とかするのね、好きでね。そう、あれね、ちょっといいなって思った。なんか配信で、やるのいいかなって思って狙っとる、狙っとるっちゃんって感じです。そう、よくない？ちょっと時間かかるかもしれないけど、そう、裁縫とかしたのも運年前だなので、そうちょっと時間かかるけど、そう3時間で収まるかもわかんないけど、まあ本当にね、わかんないけど、そう配信でしたいと思うって考えてる。モモンガなかなか可愛い。え、わかる。なんかね、モモンガ、私ちいかわのモモンガって、あんま好きじゃなかったんですよ最初。私実はね、言っちゃうと別にアンチってほどでもないんですけど、そう、なんかまあ悪い子じゃないですか、言っちゃえばモモンガって。なんかそれがんって思ってて、でもなんかどんどんちょっといい子になってきたし、なんか可愛いし、やっぱり見た目が。そう、それでちょっとね好きになった。でもモモンガアンチでは決してないです。うん、でもあれ上手に作るの難しいよね。ね、難しそう、あれ本当に。でも何時間でもやってもええんやで。はね、何時間やってもね、減りはしないのでね、何も時間は減るか。まあ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 ね、あれよくない？3体全部作りたいけど、3体全部作るのはさすがに配信で一気にやると本当にすごい時間になりそうだから、1体ずつやりたいですね。そう、福岡パルコにあるって情報を見たからちょっと気になっとる。そうですね、こんな感じ。そうそうそう、それをねちょっとみんなと共有したかったんよね。うん、でもちいかわマーケットでも、あ、でもそれで、ね、なんかちいかわ関連で言うと、私まだね、一応言っとくんですけど、もち巾着のあのポーチね、諦めてないからね。そう、作るところ見たいっちゃん。ありがとうっちゃん。そう、諦めてないから本当。そう、ん、たつかずさんありがとう。たこちゃんごち。あ、そういえば月刊エンタメ予約またさらにしておきますね、ありがとう。そう、セブンネットとかではもう月刊エンタメ予約できるので、ぜひいかがでしょうか、予約。そう、持ち金は諦めてないよ私。もうって何ですか。まあ、月刊エンタメの話しましょう。そう、まだ私もね、見本とか見れてないんですけど、そう、予約は始まってるので、もうすぐ見れるんじゃないかってちょっとウキウキしてます。いいカット使われてますように。はい、予約できるので、ぜひちょっと買いに行くのが難しいっていう方とかね、あと普通に予約して買いたいなーって方とかはお願いします。アンケートも書いてくれると嬉しいです。次につなげたいのね。いいカットしか使わない。まあね。そうですね。うん、268日です。ありがとう。ありがとうございます。のすし。
絶対予約します、言いましたね予約します、あ、約束ですよ、ありがとう、おめーどうもです。もうすぐで270日、あと2日でね。いいですね、予約する、ありがとう。え、でも本屋さんに並んでるの見に行きたいな。そう、チェキプレゼントもあるかな、あるかな、どうかなどうかしら、お楽しみにまあありますね、もうね、あのみんな知ってるからね、そうあるねありますチェキプレゼントあります、漏れてるのを選んだつもりなのでぜひゲットしてください。そう、でもそれ関連で言ったらね、なんかなんだろう、グッズとかアクリルスタンドとか、え、合ってますよね、アクリアクスタ合ってるか、そうそうそう、なんかアクスタとかまあもらったりするじゃないですか、見本品としてグッズとか、生写真とかさすがにもらったことないけど、そう、もらうんですよ、そう、それで自信持ってそうね、もうママミームにねあげたんですよ、グッズを、なんだキーホルダーみたいなのもらったからあげたんですけど、なんか裏にサイン書いてほしいって言われたんですよ、で書いたんですね、私普通にで長野みやびみたいなの書いたんですけど、いつも通りのなんか、え、これがサインなのって言われて、そう、私のいつものお寿司でみって書いてあるやつ、え、なんかすごい大爆笑されて、え、本当に今までなんか私お礼書くとき、1位の人にお礼書くとき、ショールームでみやびって書いて線引いてるじゃないですか、なんかピーってなんか回答、なんか数学の答え書くときみたいな、めっちゃ草生えてるね、ちょっとなんでよ、可愛いじゃんサイン、え、だってね、マネージャーさんから OK が出てサインって決まったんですよ、そう、なんかあっちの方を私のサインだと思ってたらしくて、そうそうなんですよ、なんかお寿司の方がサインっていうのは知らなかったらしくて、そう、もう何年目、え、4年5年目にして初めて親にサインが知れ渡って、これはないわって言われましたねえ、みんなこれでよく喜んでくれるねって言われたそう、ごめんみんな本当は喜んでない、サイン、え、なんかふざけてると思われてるふざけてないので本当にね、そう、辛辣、いや辛辣どころじゃないよ、もう正直最初は思った、いや最初は言われましたよ、私も、え、これキノコとか言われたけど、私が結構もうネタで言ってくれたのかもしれないですよ、その人もね、でもマジレスをしちゃって、お寿司ですって言ったんでそう、それから言われなくなったんですけど、キノコとかは本当にふざけてないので、そこだけはね頭に入れておいてください。お寿司のサイン私好き、ありがとうね、本当ありがとうそう、ふざけてないです、真剣に考えてあれになったから、そう、ロッカーに書いてあるやつ、そう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 、ともちゃんありがとう、ハートたくさん、ハート畑や、どうも。そう、もうすごいね、くどくど言われたの、これがサインなのって言われた、ちょっとねしょぼくれちゃう、ほんと、うん、ちょっと私のおチョコもねうずいたというか、パリンってなってね、サインだよって言いましたもんそう、サインはミヤビームって感じがして私も好き、あー、よかった
オンリーワンって雅らしい感じでワイは好きやで。オブラートって書いてるじゃん。ね。WBC 見てない。個性があっていいですよ。個性ね、まあ、個性は大切ですもん。大事なのは気持ちやで。名言が出ましたね。でも大事なのは気持ちなので、本当にふざけてないのでね、これから、まあ、そのチェキとかもサイン付きってもうバレてると思うんですけど、そのサインなんですけど、本当にふざけてはいないのでっていうことを知ってほしかった。頭にね、それだけ、本当にそれだけ入れてほしい。はい、うん、サインは何を書いてるかより誰が書いてるかやで、イケボ。ありがとうございます。イケボでいただきました名言を。なのちゃんと私が書いてます。影武者がとかがしてないので、はい。そうですね、みやびちゃんのサイン欲しい。あ、ぜひぜひね、チェキ付きじゃない、逆サイン付きのチェキあるのでね、月刊エンタメさんでゲットしてください。大事なとこ噛んだね。お寿司のサインチェキ欲しい。スマホに挟みたい。え、嬉しいな。嬉しい。ぜひチェキ狙ってください。まさに何度も狙えみたいな感じですね。うん、あ、待って待って、ちょっとごめんね、プリオがコードに引っかかってるよ。あ、取れた、よかったよかった。大事に飾ってある。え、嬉しい。私のもあるのかな。いいねいいね。でも私もそのサイン事件があってから見直したんですよ。私がどういうものを提出したのかっていうのを見直したんですけど、そうね、ひどかったですね、他のサインはね。そう、なかなかなものでしたね。あれよく見てマネージャーさん怒らなかったなって思った。うんですね。何度も狙えといえば、みやびちゃんお盆頭に乗せるのうまく上手になってた。ありがとう。そう、あれね、私もう得意中の得意なので、あそこは見どころです。また HKT やるアルバム出して。ごめんごめん、ちょっと最初にお水を飲みたいと思います。の寿司です。はい、噛みすぎ、ほんと。うん、美味しいです。あ、今日もね、あれですよ、特茶のジャスミンのやつ飲んでる。あ、カフェイン入ってるんだこれ。へえ。500ミリですね。ん？本当に500ミリか？あ、500ミリ。うん。ですね。待って、なんかすごい、まつげが入ったような気がしなくもない。うん、あ、取れたかな。容量気にせんでって。ね、だって2リットルは飲んでないから、本当にの500ミリアピールしてますよ。500ミリリットルほら。はい、これです。特茶のジャスミン最近のお気に入りなの。いや、なんかね、おまけがついてきて、なんかプラスワンみたいな、このケース買ったらプラスワンでもう一本ついてきますよみたいなのが、なんか安くなってたから買っただけ。そう、私いつもあれですね、あやたか飲んでます。あやたかの濃いあやたかみたいなやつ、それかお水。
そう、でもトコちゃんのジャスミン嫌いじゃないですよ。私ハーブティーとか嫌いじゃないもん。あ、でもそうそうそう、なんかジャスミンティーとかそういう感じので思い出したんですけど、なんかあのこの前まあ宿毛矯正したから美容院行ったじゃないですか私。そう、そこでなんかすごい不思議な会話になって、そう、なんかゲームするんですよねみたいな話をしてたんですね、美容師の方と。でなんか会話途切れちゃって、でなんかそれしたらなんか唐突に美容師の人がなんか仮想空間に AI 持ってそうですよねって言ってきて、って思って、どういう意味なんって思ったんですけど、なんかゲームがあるの、そういう、って思っちゃって、なんかあのつかみきれなくてって思って、ありがとうございますって言ったんですけどそう、どういうこと、その仮想空間みたいなゲームの中にAI 持ってそうっていうこと？メタバース？なんだろうそれ。ゲーム？アバターのこと？そう、アバター作れるゲームとかやってそうですねって意味？ VTuber さんと思われた。でもなんか、そう、YouTube やってますかって言われましたね。そう。なんか YouTube で配信とかしてるんですかって言われましたしてないですよって言ったんですけどそう、びっくりした。それは私がなんかね、まあ配信みたいなのはしてるけど、それは言わなかったけどね、チャンネル解説してもらって配信はねしてるのは、それは嘘じゃないけど、でも VTuber さんではないから私は。そうVTuber さんと間違えられたのそういうことなるほどね。なんかモヤモヤが取れた気がする。みやびチャンネルそうね、そうそうそうね、解決ですね。よかったよかった。なんかそれがずっとどういうことなんだろうって頭に残ってたから、よかった、ありがとうみんな解説決定ね。それね、駅行ってきます。行ってらっしゃい、頑張っ後ろから見てますよ、見てるよ。でもね、そういえば、いいよさんにはちゃんと住所伝えた住所はね、私の住所はい、言いませんけど伝えてないですねでもなんか自家製でね、私あれなんですよ、なんかその梅干しはちょっとむずいかもしれないけど、ぬか漬けとか作ってみたいなって思ってた時期はある。そう、梅干し届かないLINE しましょうか。若菜の卒業公演ね、もうね、あさってになるもんね、早いよね。なんかそういう時ってすごい月日が経つの早い気がする。でも今日も一緒にパジャドラ出れてね、すごい嬉しかったですそう、大好き。まあ笑顔でねお見送りしましょう。みんな悲しいって気持ちは大切だと思うけど、その気持ちばっかりだと逆に失礼だと思うので、私の中ではそう思ってます。もうまあね、笑顔でいきましょうそう、君はもっとできるで、ひじりが泣いちゃってたからすごい釣られて、本当に私もちょっとね来ましたよルイスそう、今日ね来ちゃいましたね。そうフ
そういや MC で大人は一人焼肉と一人寿司みたいなの提案してたけど、みやびさんしたことありましたっけ。はい、ここにおいてね、あの今日もなんですけど2回連続2日連続になるんですけどね、あの謝罪会見というか、まあ訂正させていただきたいと思います。したことありません。うん、嘘ですね。すみませんえんでした。ね、でもあの気分はしたことあるから、気分あのなんだろう、夢の中ではね一人焼肉とか一人回転寿司したことあるから、ひろちゃんに謝らないと。すみませんえんって送っときます、 LINE。 連日そう毎日謝罪会見ですね。そうすみませんえんでした。あくまで提案だから、ああそうですね、あくまでそうそう提案だから、そうそうそうさ、大人になるだったらまあね、私はコーヒー飲めるっていうのは本当ですからね。そうあのコーヒー飲めるのも大人になる なるというか、あのねなるものだと思うし、一人焼肉とか一人お寿司はまあなるんじゃないですかねって意味ですから、そう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 いいね、コメントありがとうございます。提案ですから、すみませんえんをあの撤回させてもらいます。うん、そうね、うん、失礼いたしました。本当ですよ。嘘嘘。ねえ、でもしてみたいな。なんか今ってね一人焼肉専門店とかありますもんね。一人回転寿司専門店とか聞いたことないけど、そうね、えでもなんかあれですよね、なんか一覧みたいなね、まあご時世的にもそうなのかもしれないけど、パーテーションついてて一人何からチャレンジする。でも私ね、そうしたことがないから、そういう一人焼肉とかその一人カフェ巡りとか、外食の時あんまり食べれないんじゃないっけ。そうそうそう、私ね外食になると緊張するのか分かんないけど、そうあんま食べれなくなっちゃうんよね。まあでも楽しめたらね、ラーメンならいけるんとちゃう。確かに、でも麺類というか小麦だからね。ちょっとね、あの今はそう NG なんよ。そうそうそう、がっつり小麦ね。一人焼肉ね、焼肉はねタレさえつけなきゃあのいけると思うし、私もともとタレつけない派だから、こんにゃく麺、あこんにゃく麺ね、なるほどね。えでも私一人なんとかとかなんだろう、したことあるものなんだろうな。でもいおりが言ってたみたいな一人旅とかはしたことないからね。一人ラウンドワン、怖い怖い怖い、無理無理無理、もう私倒れちゃうと、もう踏み入れた瞬間に倒れるもん本当に。怖いって、もう時間帯見て一人スタバ怖い無理、あの私スタバ恐怖症なんですよ。そうあのこれね、あの着替えてる時に話してたんですけど、なんかひじりがあの今日 MC自己紹介 MC か何かで桜のスイーツが好きって言ってたじゃないですか。まあ言ってたんですよ。でなんか桜スイーツ好きな仲間がいないみたいな話してて、それをなんか着替えてる時になんか本当になんかいないから寂しいみたいなの言ってて、でも実は私好きなんですよ桜のスイーツ。別に桜餅とかも好きだし、なんだろう桜ケーキとかなんかそういうの好きだから、普通に桜ラテとか、そうまあそんなにラテとかは飲まないけど桜餅とか普通に好きだし、そう好きなんですよ桜のなんか風味がする食べ物ね。そう好きだよって言って、じゃあ一緒になんかスタバ行こうよって言われたんですけど、そうあスタバはねあの恐怖症だから、あの行ったことない、あんまりないんだって言ったら、もう桜好きを名乗るなって言われましたね。桜スイーツ好きを名乗るなって。
さやかちゃんからも言われちゃった。そう、それは桜スイーツ好きじゃないって。そう、一緒にね、あの2人だったら大丈夫、あの私も同じのだよって言えばいいから、そう、あの大丈夫なの、1人じゃなければいけるのね。そう、じゃあ一緒にね行って桜スイーツ堪能しようと思います。そう、一緒に行ってくれるのはチャンス。そう、もうひじりと行くしかない、本当にそうよ。もうすぐね、だって夏になっちゃうし、終わっちゃうからね桜スイーツね。たかひでさんありがとう、ハートどうもです、ありがとう、ハート畑や。そう、いいタイミングです。でも怖いな、でもなんか思っちゃったんですけど、今同じのって頼んだら成長できなくないですか。だって私が一人でスタバ行けるようになるには、私もじゃあこのなんだろうな、例えばフラペチーノのトールサイズ、え、トールとかなんだっけ、あれグランデ なんだっけ、もうそこからなんですよね。まずあの大きさの読み方というか名称がこれでって言っちゃうから。私あとしてみたいことがあって、スタバ関連だとスタバのモバイルオーダーしてみたいんですよ。あれってアプリ入れるだけでいいの？どうなの？みんなもしたことあります？オーダー、モバイルオーダー、あれってもうなんだろう、家にいるときにモバイルオーダーしといて取りに行くとかもできるの？モバイルオーダーマジで楽。そうなんだ。スタバのアプリあるの？え、アプリじゃないの？あれってオーダーって。うーん、モバイルオーダーしたことない。なんか信用できない？できないんかい。信用してあげて、大丈夫だから。アプリ入れたらできる。あ、そうなんだ。へー、え、それってあれですか、なんかクレジットカードとかがないと無理なんかな。その場での支払いでしかないのかな。マックも、え、マックもモバイルオーダーあんの？へえ、マックできるんだ。あ、車検ありがとう。どうもこんばんは。へえ、マックあるんだ。え、アプリ？それも。え、すごい進んでますねこの世。あ、クレジットカードなんだやっぱ。なるほど。ホットモットもあるの？へえ。ん、アップルペイとかクレカ支払いだけだと。あ、そうなんだ。もう私クレジットカード持ってないから無理じゃ。終わりました私の夢。終わりました、あの私のね儚い夢でした。うん、クレカ1枚使う。夢でね、じゃあ積んだね。普通に、じゃあもう普通にね、まあ口頭でオーダーできるように頑張りたいと思います。ホットモットはだいたい30分後に店に取りに行ける。あ、本当にもうお家でオーダーしといて、あ、じゃあ30分後に行くかみたいな感じでできるんだ。へえ、すごっ。んー、すごいね。え、なんかそれだけのシステムになっちゃったらどうしようっていうの考えちゃう。へえ、なんか勉強になりますね。うん、対面を克服してもろて、まずもうそこからよね。うん、ん、時間によっては直接店で頼んだ方が早い。ホットモット、あ、そうなの。へえ、ホットモットにあんまり行かないんだ、もっとみたいなね、よくわかんないこと言っちゃった。
まあ公演後だから許してすぐ点数つけるじゃん2点。なるほどね、3点満点ですよね、それ。ありがとうございます、高得点。ケンタッキーはどうだろうね。あー、ケンタッキー、え、なんかドライブスルーはあるでしょ、ケンタッキーって。どうなんだろう、ありそうっちゃありそうだけどね。許しませんやん。なんでですか、公演後でも許さない、みんな厳しくなってる。ポジティブポジティブです、ポジティブにいきましょう。うん、セブン行って弁当高いと思ってホットモット行くのがルーティーン。あー、まだ最近ね、コンビニのお弁当とか普通にちょっとお高いもんね。わかるわかるってね、なるほどね、すごいね。でもマックはね、私普通にあれですからね、注文できるし大丈夫。ワイはみやびちゃんに甘々で行かせていただきます、よろしくお願いします。褒められて伸びるタイプなので値上げしてるから。あー、なるほどね、まあ厳しいね。しゅうさんありがとう、綺麗ありがとうございます。コンビニ値上げしちゃうよね。アイスとかもね、値上げしてるよね確か。なんかガリガリ君10円値上げみたいなのとか見た気がする。まあ値上げに負けず生きていきましょう。でもそうそうそう、今日の自己紹介 MC で私梅干しハマってるって言ったじゃないですか。のなんかそう、ツイッターで流れてきたやつなんですけど、なんか梅干し専門店があるんですって、東京に。そう、それにすごく行きたくて。え、福岡にもあるのかな、ないかなね。でプリオンも行ってます。そのツイートも流れてきた。あ、なんかね、おすすめみたいな欄あるじゃないですか、今ツイッターなんか2個あるじゃない、あのタイムラインが。そう、そのおすすめの方でね、そう、来ましたね。そう、すごーと思ってね、食べ比べできるのよくないですか。一人旅するとき Mac でスマホ充電するのが定番。あー、なんかちょっとかっこいいねいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そう、梅干しね、食べ比べしてみたいですね。梅の直売がある、おお、いいね。梅ってね、梅は梅って言いますからね、体にいいしね、絶好調ですね。そう、私今日ね LINE 占い1位だったんでね、そう、絶好調なんです。うん、梅干しの食べ比べ、そうそうそう、そんな感じだったと思う。なんか食べ放題ではないっぽかったけど、わかんないけどね。うん、ミヤビームにお見送りで久しぶりって言われて、ドキドギマギして変な反応になっちゃってごめんなさい。全然嬉しかったよ来てくれてありがとね、ありがとうございます。立ち食いの梅干し、どうだったかな、立ち食いだったかどうかわかんない、普通のお店だったっぽいけど、なんかいろいろあるっぽいね、種類がね、専門店みたいなのは。うん、いいよね。みやびちゃんから認知されたい、会いに来て、待ってますよ。
梅干しね、まあ好きって言っときながら今ね冷蔵庫に入ってないんですけどね。あ、今日の子はおむすび T シャツ着ていったら何人かに突っ込まれた。あ、パンって書いてあったやつですか。T シャツもしかしてそのおむすびの全然ちゃうやんって言っちゃった。ね、でもああいう T シャツ私も好きなんでね、仲間だと思いました勝手に。そう、うちはカツオ梅常備してる。おお、はちみつ梅がねなかなか見えなくてね。うん、4月のオンライン撮って、あ、ありがとう、ありがとうやで。梅干し最近食べてない？あら、食べよう。じゃあ夜食ね、今日は梅干しでお願いします、健康的に。嬉しい。ありがとう、こちらこそ。仲間ね、じゃあこれからそういう T シャツ仲間でお願いします。私もね今日可愛い T シャツ着ててね、見せてあげようか。これよ、あんまり見えない？あげればいいのか。パワー。寿司。そうですね、これ半袖だからね、ちょっとね寒くてね、立ってもろて、あのプリオが寝てるんですよ膝の上で。だからちょっとね降りたら見せます。寿司です、だから本当に仲間ですよ。うん、安心してね、仲間いるから近くに。そうそうそう。私の部屋着になってんの。そう、これね最近ねもうリハしてるとね、なんかねもう暑くてね、誰かに突っ込まれなかったの。ああ、もうパーカー着てたから、そう、あの半袖でまあちょうどいいのかなって思ったんですけど、リハとかまあ結構踊るしね。そう、でもなんか寒かったからパーカー着てたから今みたいに、そう、突っ込まれなかった。うん、梅干し花粉症に効果ある説あるらしい。へえ、へえ、そうなんだ。エビのやつ、うん、好きです。ありがとうです。普通の柄よ、なんか寿司戦隊みたいな柄のやつ。ちょっとプリオが降りたら見せます。これシーンでね買いました。6月11日一部数枚だけど追加しといた、ありがとう。あのそこでもね全然ミラーボールチャレンジの話でもしましょうか、じゃあ。あの全勝中なんでね、頑張ってくださいね。特撮って書いてある、あ、そうなんだっけ。そう、久しぶりにこの T シャツ着たから全然覚えてないやん。そう、可愛いですよ。でも今もちょっと売ってるかは分かんないけど、そう、確かねこれでもねメンズのやつですね。そう、シーンね、なんだろう、レディースの T シャツとかも全然可愛いのとかあるし、猫ちゃんのとか猫ちゃんの柄とかのねあるけど、なんかメンズのやつだとね、結構面白 T シャツみたいなのが多くてね、そう、好きなんですよ。話の話題読まれてて草。いや、あのね、どんなに言ってきても私の全勝中なので、ミラーボールチャレンジはね、もうね諦めてください。ピエンだね。ん、こんばんは。新しいグッズのミヤビームうちは買いました、ありがとう。届いたら公園に持っていきます、待ってます。の寿司、そう、グッズも出ていますのでよろしくお願いします。
うん、結構うちはね自作してくれたりとか新調してくれてる方とかが結構多くて嬉しいです。ありがとうございます。そう、グッズね、うん、そう、うん、こんな感じですかね。買ったグッズの話するの忘れてたからね。そういえば眉毛いい感じに染まった。ああそう、あのね、そう、脱色したんですよ。え、でもねちょっとねやらかしたかもしれん。あの今明るいからこの部屋わかん、ちょっと明るく見えちゃうかもしれないけど、こっちはね全然いいんですよ。そう、ちょっと分けると、え、でもなんか薄くない？まあ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 って感じなんですよ、こっち側はね。ちょっと直します。そう、まあ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 、許せるって感じなんですけど、こっち側薄ない？ね、薄くないですか？そう、ちょっとすぐ隠すんですけど、そう、裏面も可愛い？うちはありがとう。顔が可愛いので問題なし。あー、もう嬉しい、ありがとう。ありがとうです、本当。そう、なんか画面ではそんなに変わらん。あ、本当？ちょっとね、時間を本当は5分ぐらいがいいんじゃないってメイクさんに言われて、でもなんかこの前確か染めた時なんか6分7分ぐらいやってたなって思って、なんか6分7分ぐらいにしたんですよ、なの勝手にね。そう、そしたらね、なんかちょっと薄くなっちゃったかもしれない。まあ脱色してもね、戻ってくるから。そう、でも眉毛なしみたいな感じではないから大丈夫ね。そうなんですよ。そうね、本当に意見をちゃんとね聞いとけばよかったなって思った。まあね、私も一回脱色した上でのまたの脱色だったから、そう、何日かしたら戻るのならし、あ、戻りますよ、全然普通に戻る。何週間とか、まあ1週間早い人だと1週間とか2週間とかで全然戻っちゃう人とかいると思う。黒髪だから私、黒にね、そう、まあ描けばね、うん、まあそんな感じですよ。まあ人生いろいろですよね。眉毛失敗することもあると思うけど、まあでも今私あれですからね、前髪下ろしてるから全然バレない。そう、逆にね、そう、薄い方が良いみたいな。よくわからんけど。ね、うん、大丈夫、大丈夫大丈夫。うん、よかった。これで、え、みんなにちょっとあれだねって言われたら、あ、プリオリタンで T シャツ見せますね。そう、あのね、こんな感じですね。そう、寿司、こんな感じ。こんな感じですね。はい。見えにくいか。そう。かっこいい。
そう、これですね。寿司。はい、こんな感じ。そうそうそう、かわいいでしょ。ババーンって効果音が鳴りそう。確かに確かに。可愛くは何ですか、あるってことよね。可愛いでしょ。はい、可愛いです。はい、良い回答です。プリを横になって寝ちゃってますね。外国人が来てそう。確かに買ってそう。観光とかでね、よくあるもんね。確かに確かに。でもこの T シャツ自分好きっす。お、ありがとうございます。プリおやすみ、おやすみだって。プリ言っときました。あの、まあ見せれたしよかった。ということで、あ、そうだ、今日は1時間にするので45分になったら壇上読んで1位の人にお礼書きます。の寿司ってね、よろしくお願いします。やろ。じゃあちょっと小話でもお話しましょうか。3分ほどのね、カップラーメンができる時間の小話。何かな、小話。忘れました。ダメですね、すぐ思いつかないとね、こういう時にね。そう、もうね、まあじゃあ T シャツはね、お揃いにしてもらってっていう感じでした。やつの話する？しない。しないよ。そう、もうその話はね、私ずっと頭から離れてないけどね。そう、しないから。そう、最近昆虫ネタもないからね。うん、そう、昆虫ネタって実は好きじゃん。そう、でもね、あ、小話ありますね。なんかね、楽屋の床にね、なんか黒い、なんかマッキーが汚れちゃったのかわかんないけど、なんか線みたいな汚れがあって、でも結構な大きさだったんですよ、それで。なんか私本当にやつかと思っちゃって、もう今日ね、もう本当にびっくりしちゃったっていう話はあります。そう、もう声出なかったみたいな感じ、もうねっていうことがありました。みんななんかそういうのにはね、気をつけましょう。2点。あ、3点。あ、2点か。2点満点中の話でしょ。そう、気をつけようね、見間違いには。なんかよくあるよね、スーパーの袋が道に転がってて、なんかワンちゃんだと思って近づいたらスーパーの袋だったっていうのありますもん。そう、なんかチワワだと思ってね、近づいたらね、スーパーの袋でした。はい、ということで、みんなそういうのには気をつけよう。はい、壇上読みます。あ、ね、ワンちゃんっぽいもんね、袋って膨らませたらね。うん、13位の方から読みます。はい、13位はベイスさんです。12位はハイドさんです。11位はアキさんです。10位はネモネモンさんです。9位はタツカズさんです。8位はイグネコさんです。7位はチェジンヨンさんです。6位はタカちゃんカモナシさんです。5位はファニーデーさんです。4位はユウさん。タカユキさんです。3位はシュウさんです。2位はトモちゃんです。1位はドゥン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 バン、オクジーさんでした。おめでとうございます。
おめでとですし、なんか描いてほしいイラストあったら教えて。自分から本名を書くんやもう。笑っちゃったじゃん。びっくりしちゃって読んでいいのかなって思っちゃった。はい、おめー、お任せならお任せでいいですよ。お任せでもいいよ。おめでとですし、今度会った時に高雪さんって言っちゃいそう。まあね、いいね、素晴らしい名前ですよ、本当にいい名前、かっこいい。じゃあお任せでいいかしら、イラストは私が描いちゃいますね。何にしようかな、どちらでも大丈夫です。面白い。はい、あり、12345、ありがとうみやびより、はい、何にしようかな。やっぱなし。あ、思いついた。あ、待って、書いたはいいけどわからないんでやっぱやめます。何がいいかな。あ、じゃあこれで、私が今食べたいなーって思ったやつ、かわいい。うん、良きだと思います。梅干し違うんだな。高秀さんありがとう、どうもどん、おめでとうございます。おめでとう。もうちょっと近くのがいいかな。ドーナツです。そう、ドーナツ、ドーナツくんです。なんかシンプルなドーナツが食べたいなと思ったので、なんかチョコかかってるとかそういうのじゃなくて、なんだろう、ポンデリングみたいな普通のドーナツが食べたかったからこれにしました。オールドファッション、あー、なんかそんな感じ、なんかもう生地のもう素材のそのもの楽しめますよみたいなのが食べたくて。おめでとうございます。おめでとう、 OK かな。おめでとう、ありがとうございました。こんな感じ、ドーナツくん、この後私に食べられません。なんとこういう時もあるんです。いつもはね、私がこの後美味しくいただいてるんですけど、小麦粉なのでね、そう、いただきません、冷凍しておきます。まあでも冷凍されちゃうんでね、みんなドーナツくんにさよならって言っといてください。冷凍します。うん、ハッピーバースデー&さよならデーですね。ありがとうございました。おめでとう。保存食みたいなもん。そうですね。はい、ありがとうございます。1位おめでとうございます。壇上に上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。じゅんちゃんお疲れ、ありがとう。はい、パジャドラありがとうございました。
これから見るよって方よろしくお願いします。お疲れ、ありがとう伊豆千代さん。それじゃあおやすみやびー、バイバーイ。